どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、私のツイッターで来る、なぜ質問で一番多いのがやはり配置の質問なんですよね。キョキョさん、この配置どう思いますかとか、キョキョさん、例えばターンホール8、ターンホール7、ターンホール9の、最強というか、おすすめの配置を教えてくださいとかいう質問が結構いただくんですけれども、やはりターンホール7、ターンホール8とかではですね、もうこの際言っときます。もうすべてこの動画で言いたいと思います。私の言いたいことをですね、ターンホール7とかターンホール8では、やはりまだ壁の数が少ないということもあって、なぜでしょうね。例えばターンホール7でしたら、やっぱジャイヒーとか、で攻められることが多いですよね。なので、それにジャイヒーに特化した投下型であったりですね、ターンホール8でしたら、迷路型もありましたし、そのドラッシュ対策の、対空砲を離してですね、ドラッシュ対策村とか、いろいろあるんですよ。しかし、私がですね、もう非常に言いたいのは、ターンホール9の方、ターンホール9の方の、そのおすすめの配置、ターンホール9でいい配置ありませんか、キヨキヨさんという質問を非常にいただくんですね。それについての回答なんですけれども、やはりターンホール9っていうのは壁が250個、置けるんですね。それはターンホール10も、同じ数なんですね。その250個という最高数値の数の壁を使ってですね、もういろいろな配置が組めるわけですよ。ターンホール7、ターンホール8は、壁の数が限られているので、やはりその満足できる配置、満足できる強さをですね、その配置によってその実現することは不可能というか、不可能ではないんですけれども、やはり困難なので、やはりテンプレ配置とか、その最強配置と言われるものがその生まれてくるんですね。しかしターンホール9、ターンホール10になってくると、やはり壁の数が増えるということで、やはり満足にね、その配置を組むことができると。なので、要するにですね、もう、なんて言うんでしょうね、最終形態の配置ができるんですね。なおかつ、それによって、やはり5ワイプであったり、やっぱりそのターンホール9、ターンホールレベルが上がってくると、やはりその相手の攻めも、レベルが上がってくるので、やはり星に、取られてしまったら、相手は喜ぶという感じなので、やはり星2を取らせない、配置が重要になってきますよね。なので、やはりターンホール9で、5ワイプとか5ウィービーとか、5ウィーバーとか、いろんな編成が来る中で、その一つのユニット、一つのその編成、例えば5レホグとか、5ワイプとか、例えば5ワイプに特化した、配置を作ったところで5ウィーバーに負けたりとか、その5レホグに負けたりとか、いろいろなことが想定されるんですよ。なので、一番重要なのは、その壁の数を最大限生かして、バランスの取れた配置っていうのが非常に重要となってきますね。やはりどこから攻められても大丈夫だよという、そういうですね、配置を、常日頃からですね、作ることが重要となってきます。私は基本的に、基本的な配置、超バランス重視の配置にしております。例えば投下型とか、もう非常にもうあんなのもうね、ジャイアント潰しの配置じゃないですか。はい。さらに、ターンホール8の迷路型配置もそうですけれども、ジャイアントを回らせるという、その意図があって、そういう有名な配置とか、そういうね、そのテンプレ配置というのが生まれてくるんですよ。しかし、ターンホール9は、もういろんな編成で攻められますし、やはりですね、どこから攻められてもいいぜみたいな、そういう壁の数が多いゆえにですね、どこから攻めてきても、もう俺の防衛完璧だからと思ってる、そういう心も構えで配置を作ることが重要ですね。はい。まとめると、ターンホールキューブではですね、もうバランスの取れている配置が一番いいんですよ。はい。クラン対戦配置だったら、そのサウザントティーザーみたいな、いろいろなそのテクニカルな配置はたくさんありますけれども、やはり通常村の配置は、やはりバランスが一番かなと思いますね。はい。そのトリッキーな配置、例えばそのね、通常村でそのサウザントティーザーとかなんかクワガタみたいな配置をするのは、やはりちょっと違うかなと思いますね。やっぱり通常村では、もうどんな編成、ババーチャで来るかもしれないし、ガチ攻めで来るかもしれないし、空軍でもうガチ攻めされるかもしれないので、やはりバランスの取れた配置というのが本当に強いんじゃないかなと思いますね。やはりターンホール7とかでは、やはりクラン戦では投下型とか、ターンホール8では、その対空砲がなるべく離れている、そのドラッシュ対策されている配置というのが強いと思うんですけれども、やはりターンホール9の通常配置では、
バランスの取れている配置が強いということをですね、もう皆さんに伝えたいですね。もうトリッキーな配置とかよりも、もう本当にどこから攻めてこいよみたいな、もうどっからでもかかってこいぐらいのその気持ちで、配置を組めば、いいかなと思います。まあこの私がしている配置が強いと言っているのではなくてですね、まあバランスの取れた配置なら何でもいいかなと思います、正直。はい、まあトリッキーな配置とかも結構ありますけれども、やはり、まあそのなんて言うでしょうね、原点はそのバランス、どこから攻められてもっていうことですね。はい、ということで今回はですね、タウンホール9ぐらいの方、まあその配置についての、配置の組み方についての動画でした。まあですね、いろいろ、まあこれからもツイッターとかで結構本当に質問をいただく質問っていうのが結構そのもう限られてきているので、そちらについての動画とかも随時出していこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。